えー、皆様、こんばんは。カープホークス、乃木坂46ファンです。本日3番目の動画となりますけれども、3番目はですね、乃木坂46のお話をしていきたいなと思います。えっ、ー、と、今日のですね、お昼12時ごろにですね、えっ、ー、と、本人のブログと、えー、公式サイト ニュースとお知らせが更新されてですね、4期生のですね、セミア・レイちゃんがですね、えー、卒業を発表されたということで、えー、っと、ちょっとニュースに、今日のね、ちょっと緊急ね、ニュースについてね、ちょっと動画を撮らせてもらっています。えー、こんな感じですね。今日は、はい、じゃん。今日のですね、えー、お昼ごうにですね、 セミアリエちゃんがですね卒業発表されて、えー、ちょっとね、えー、今週ですね、えー、前回ですね坂口たまみちゃんが卒業発表の後に今日はセミやリエちゃんが卒業発表ということでえー、っとこちらですねえー、っと今年発売されたね35名シングルのチャンスは平等の活動をもって今年の7月の中旬にもう 乃木坂46のグループを卒業ということでですね。はい。えー、っとですね。えっと、それから、せめえれ、ー、ちゃんですね。乃木坂46を加入し、約5年半ね、活動をやってきたファンの皆さんにね、メッセージですね。えー、っとですね。 えー、乃木坂46の4期生として2018年の11月に加入したセーミア宮レイですね彼女は、えー、約5年半の活動を経て乃木坂46の35枚目シングルのチャンス平等の活動をもって今年の7月中旬にグループを卒業するということと清宮礼はですね、えー、自身の公式ブログを通じて 二十歳の区切りに新しい世界に挑戦してみようと決心しました。卒業のことはかなり前から心に決めていましたと思いを語りつつメンバーやスタッフファンの感謝の言葉の思いを綴っているそして私の希望で最後の日は4期生で集まりたいですというお願いを。 していし、えー、していまして、もしかしたら大好きなみんなと何かできるかもとコメントをしているということですね。はい。いやー、ちょっとね、衝撃でしたね。もう、今週はですね、今週はちょっとね、卒業がね、2人目ということでですね、れ、え、い、ー、ちゃんのね、ファンの皆さんも、きっとね、えー、驚,驚いてる、えー、ファンの皆さんもですね、いらっしゃると思いますし、もう、 えとこ,れこれでもう4期生のね卒業がですね2人目ということで、えー、去年はですね北川ゆりちゃんがえっ、ー、とえっ、ー、と海外のね留学のため卒業されてで今年では、えー、セミみレれちゃんが卒業ということでですねそれからえっ、ー、とえっ、ー、とそれ ですね、乃木坂46の坂口たまみセミア・レイの卒業セレモニーですね開催が決定ということで配信はミニライブで実施されるということで今日、ね、5月25日のグループの公式サイトにて発表されたということで,ですねはいえー、っとたまちゃんは2 0日卒業発表されて 25日にはれいちゃんがグループから卒業発表されて、で卒業セレモニーはです、ね、7月15日に開催され,てされるということとで、35枚目シングルのチャンスは平等で、ね、発売記念日に生配信で行われることが明らかになったということで、配信についてはです、ね、35枚目シングルのチャンス平等の初回仕様の限定版のタイプ A から D に 投入される全国イベント参加券とスペシャルプレゼント応募券に記載された CR コードについて応募特装サイトが応募することで視聴することができるということで発売記念の、ね、ミニライブの見逃し配信とメンバー解説付きの配信も同じ内容となっているということでなお、えー、発売記念の、ね、ミニライブの、ね、応募締め切りは えっとえー、5月の31日の23時59分のなっているんですが、卒業セレモニーの実施に伴いて2024年の6月30日の23時59分まで延長されることも合わせて発表されたということで、えー、っとですね、まあね、このたまちゃんとれいちゃんのね、まあ、えーっとね、卒業セレモニーね、えー ご覧にな,な,なられたい方はですね、えー、35枚目シングルのね、えー、チャンサムの紹介、ね、使用限定版のタイプ A と D に投入されるね、投入される、えー、全国の、ね、イベント参加券とスペシャルプレゼント応募券で記載された CR コードを見せて応募して、えー、応募しサイトから、えー、と応募すると、えー、ご覧になること。 ご覧になるとか、張聴することができるということなのでね、どうぞね、えー、皆さん、えー、たまちゃんのファンの皆さんとか、それがレイちゃんのね、推しメンのファンの皆さんはですね、えー、どうぞね、えー、どうか、このね、35M シングルね、チャンスの平等をね、購入して、えー、応募して、えー、見たい方は、えー、最後のね、まあ、乃木坂としてのね、まあ、 姿をね、えー、見たいなと思った方はどうぞ、えー、ご覧ください。それから、えー、っと今年ね、先週の日曜日ですね、えー、真夏の全国ツアー2024が、ね、発表されてですね、えー、6日が経ってですね、えー、っと今週ね、えーえー、っと坂口智美ちゃんとセミりいちゃんはですね、 今年のね、えっ、ー、と7月のね、えー、中旬をもって卒業に伴って、なんとですね、えー、参加、っていうか、不参加に、ね、なってしまったということでね、えー、今年の夏に関するね、ライブも、ちょっとね、人数が少ない、少ないね、えー、表情になっているのでね、まあ、そのいないね、たまちゃんとね、れいちゃんのね、えー をね、えー、繋いでくれたらいいかなと思いますし、まあ、後輩たちがねきっとね,そのね、えー、卒業するね、えー、2人にねなんとかね背中をね後押しすることがね、えー、大事かなと思いますのでね、えー、残りね残りもう1ヶ月半しかないですけどもねどうかねたまちゃんとれいちゃんを,、えー見,をえー、見,見届けてくれたら嬉しいです。 いやーちょっとね、えー、この2人がですね、えー、この35枚目シングルの、ね、チャンスは平等の、ね、活動を持ってね、なんと今年の、ね、7月の中旬にまあグループを卒業するということでね、まあ正直ね、やっぱ寂しいですしね、まあ、まあ、皆さん、えー、乃木坂46のファンの皆さんも、ねえー、ご存知だと思いますけれども えー、もう今年でね、卒業ということでね、まあ、特にまあやり残したことがないかとかもね、えー、悔いはないかなというところもね、えー、しっかりとね、名誉してね、このお二人をね、大事にして、最後はね、えー、元気元気のね、姿でね、えー、このお二人をね、えー、見届けたらね、いいかなと思います。はい。 ということであの,いやこのお二人はまだ若いんですけれどもまあこれはです、ねまあ、本人がです、ねまあまあ、決断したわけなんですけれどもねえっ、ー、とねまあまあ正直ね、まあ 寂しい思いをしている方もいらっしゃると思いますけれどもねそれからねまあちょっとねいろいろねまあここまでねやってきたね、えー、たまちゃんとねれいちゃんには当にもう,もう感謝の気持ちでいっぱいですまあ寂しいんですけど残り1ヶ月ね、えーあのー、残,り残り少ないね、えー、活動などになってますけれども どうかねまあ、大事にしていけたらいいかなと思いますしねやっぱ寂しいですもうやっぱね卒業していくとねやっぱねメンバーがねどんどん減っていくといった人数がね少なくなっていきますけども先輩たちがね卒業した後はね後輩たちがね、えー、今度はね、えー、背中をね後押ししたりとかねバトンをねつなげるというところがね、えー、注目かなと思います はい。えー、というわけで、今日はですね、えっ、ー、と、3本目の動画はですね、乃木坂46についてお話をしていただきました。えっ、ー、と、セミやレイちゃんのね、卒業発表と、それから、ね、あの、今後のね、活動についてとか、それから、今後の日程だったり、まあ、ちょっとね、えー いろんなね、イベント開催とかも、たくさんあると思うのでね、また、あのー、またね、あの、乃木坂46のね、またね、大きなニュースがですね、また、また入り次第ね、またお伝えしたいなと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします、えー。今日のね、乃木坂46について、まあ、お話の中で、このチャンネルいいないと思った方は、チャンネル登録と高評価とコメント欄は、どんなことでも構いませんので、どしどしとお書きください。 はい、えー。というわけで、今日は、乃木坂46の、セミア・レイちゃんの卒業発表と、35名シングルと、えー、と卒業セレモニー、そして、マナソン全国ツアー2022について詳しくお伝えしました。はい。えー、というわけで、えー、今日は、こんな感じで終わりたいと思います。では、またね、乃木坂46の、また、大きなニュースが入れば、お伝えしたいと思いますので、どうぞご覧ください。 では、えー、こんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、えー、おやすみなさい。バイバイ